皆さんこんにちは。日本プロ麻雀連盟所属の東条理央です。今回の船剣王決定戦は、夜の本命波乱決定戦の優勝戦の方を予想していきたいと思います。今回でファーストシーズンのファイナルとなります。現在6位、人工知能を抜いたとしても5位。いやー、これは3位にね、食い込むためにはちょっと私もね、攻めた賭けをしないといけないかなと思ってます。というわけで、今回の予想はこういった形になりました。じゃじゃん。123、1242、各5000円で1万円、この2点に絞りました。今回のポイントとしては、1コースの石橋さん1位予想ですね。フライングがね1本あるにしても、まあ、スタートタイミングの速さだったりとか、まあ、統治の勝率が良いですね。まあ、大村が多分得意な方だと思うので、今回、まあ、コースの強みもあって1位は堅いんじゃないかなということで1位予想です。あと2着予想の2コースの上野さんですね。この方もスタートタイミングがピカイチですね。若干ちょっと全国勝率と比べると、まあ、大村は若干苦手なのかなっていうのも見れるんですけど、まあ、スタートタイミングの速さで、まあ、そこは2着に食い込むんじゃないかなと思います。あとですね、3着予想の2人ですね、3コース赤坂さんと4コースの森貞さんですね。このお二人はですね、まあ、それぞれ赤坂さん、3コースの赤坂さんはもう統治が強いと、大村強いのと、あとモーターとボートのバランスも良さげですね。あと森貞さんは、ちょっと統治は、まあ、大村苦手な方かなっても思ったんですけど、まあ、モーターが、いいので、ここはちょっと今期の成績を見ても4コースでもやっぱ上位に食い込んできてるっていうのも、まあ、そこは予想に入れたいなということで、この2人がどちらかが3着になるんじゃないかなと思います。そして最後に、大好評キーワードクイズの一文字を発表したいと思います。じゃじゃん、ピです。ピ、皆さん、予想者の動画をすべて見てぜひご応募ください。よろしくお願いします。当たりますように。